どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。そしてどうもいたずらの時だけ呼ばれるカズカラでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか燃えるかもしんないからカズカラ連れてくるのやめえ。やめえやめえ。いたずらの時やっぱ師匠がいらっしゃるとまあまあオッケーみたいになるじゃないですか。おい予防線張るのやめえ。いずれね、いずれ僕がやっぱ独り立ちでやっぱそのいたずらできるようにちょっと僕もちょっと成長します。はいはい。燃え上がったら俺も燃え上がるやつやんこれ。ですいません、カズでかい音が起こります。スヤッと。あーあーおっきっき。さっきも雑談させてもらったんですけど、ハイタイトってちょっとこう他の人が荒らしづらいような雰囲気出ちゃってるんですよね、タイタイトって。あと、はい、あと一つあるのが、はい、やっぱうちらもコメントを恐れてる部分があって、はい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 、あんなにいい島なのに、はい、台無しだみたいな。なるほどなるほどなるほど。それでブレーキがかかってて。そうですよね、そうですよ、そうそうそう、あのなんだろう、視聴者さんが悪いっていうんじゃなくてさ、はい、突っ込まれてもいいよみたいな島作りってあるよね。はいはいはい。まあ帰宅部島がこう咲いたる例ですよね。そう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 。あっこなら何かやってもまあいいだろうっていう、それキョウキョウパイセンの多分ね計算だと思うんですけど。いや計算じゃないです、ヘッポコラ、ね、何やってもいいわみたいな空気感。ありますね、確かに。それはもうある意味実況者の責任なんだよね。だいぶ高等なテクニックなんですけど、突っ込まれてもいいわみたいな。はい、ただ、はいはいはい、タイタイパイセン、はい、そこら辺のねツッコミとかその視聴者さんのなんだろう育成っていうとなんか変だけどさ、その空気作り、雰囲気、そうですね、あ大事ですよ、空気作りを怠ったと言ったら違うんだけどね。まあ怠ったってことだよねこれは。そういうことになりますね。やっぱり非常に突っ込みづらいっていうか、はい、なんかやるとなんかうちらが燃えそうな空気感ができちゃってる。そうで、タイタイと前以前にちょっと雑談した時にタイタイもそんなこと言ってたんですよ正直、うん、ちょっとやっぱり綺麗に作りすぎちゃってなんかこういたずらしにくいよな、どうしようかなってちょっと悩んでたんですよ。自覚はあるんだね。だからやっぱり、はいはいはい、まあ、帰宅部もやっぱ私もリーダーでございますので、うんうん、ちょっといたずらをしてあげて、そのなんていうんですか、ちょっとこう皮一枚外してあげるというか、そういうのできないかなって思って、ちょっといたずらの師匠であるカズさんとやれば、まあ燃えないギリギリを攻めたいなっていう、はい、まずはね試みを作っていくと、隙を作るというか。そうですね、あこれあのよくあるのが、はい、完璧すぎる女子よりなんかちょっと隙がある女子の方がモテたりするじゃない、わかる。そうですね、確かに確かに、超美人で勉強もできてね、はい、もう家事から何までね、放送まで全部できるより、はい、あここテヘペロなんだテヘペロみたいなね、できないんだテヘペロみたいなモテたりするじゃないですか。確かにそうですよね、わかるでしょ。要はそのテヘペロを作り出せと、はい、テヘペロを。それ大事ですよ、ちょっと今日僕らで、はい、そのテヘペロをちょっと作りたいなと思っております。キョキョのね、キョキョパイセン、はい、タイタイのテヘペロポイントをね作っていきましょうということで。そうですね、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。僕ら忙しいでしょこれ。評価をねめっちゃ持ってきたんですけど、はい、今日はちょっとねカズさんとタイタイ島を氷河期到来させたったっていう感じにしたいんですよ。いいっすね、いいっすね。あとちょっとこの島が狭いっていうのもあるので。あー確かにですね、全体的につなげていく、はい、あーなるほどなるほどなるほど。で今いいやり方としては、はい、まずこれも建築と一緒なんで骨組み、あー確かにそうですね、埋めていく枠組みを、まあの骨組みつなげたいところをまずこうつなげていきます。はいはいはい、島と島をね。ほんでどこに肉付けをしていくのかっていうこと。なるほどなるほどなるほど。あ、ここまで。おお、行きますね、行きます、氷河期ですね、はい、これ。一旦ねちょっと、はい、なんかあるものとものをなんかつなげてくださいまず。なるほどなるほどなるほど。ちょっとじゃあそしたらこっち伸ばしてみます。ちょっと耐えたい、これ動画見ないでほしいなこの。最近もう。はい。あれに夢中だから、タイムアタックに夢中だから大丈夫。そうです、ね、しばらく入ってくん、はい、ここ入ってこられたら地獄ですねこれ。次の手順としては、次の手順、はいはい、これ肉付けという作業になっていくんで、例えばここ肉付け、島でしょ、ここ島でしょ、そうですね、だからこれに対してまずは氷を張っていく。あ、え、氷張っちゃうんですかここに。張っちゃいますよこれ。縦こういうことですか。こういうことではない。あ、それもやって、それは後の立体的な。要はこの中にその、はい、あまり今回50スタックは楽勝にやるけど、はい、足りない可能性が非常に高いんだよね。そうですね、そうですね、立体的に氷山は作っていきたい。
こうやって、はい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 、残りの余りを見つつこの立体も出したり、はい、ここら辺も凍らせていきたいんですよ本当は。半分ぐらい埋まってますよぐらいの気持ちで。そうですね、確かに。だからまずは平面から、わかりました。全部埋める必要はないけど、ちょびっとぐらいなんか隙間のあるとこ作っていいとは思うんですけど、とにかく肉付けからやっていきましょうか。お願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そこから見えてくるから、まず。そうですね、わかりました。さすが、もういたずらの師匠。はい、まず肉付け。最近いたずらばっかやってんな。でもカズさんのいたずらのおかげで発展してるみたいなとこあるんですよ、帰宅舞踏とかで言うと。だといいんですけど。いや本当に、いやうちらもね、はい、もうあんま恥ずかしいんで言いたくないですけど、はい、プレッシャーを感じつつあって。本当ですか。発展性のないいたずらは本当にただのいたずらだと。むしろそれはただの嵐としかね、ならないので本当に難しいのプレッシャーなんですよね。こう企画にこうなり得るやつをやるっていう、うわー大人ですわもうそれ。ただ、はい、ドズボン島のマグマに関しては、はい、やべ発展性そんなに将来なかったなっていうことで責任を感じてます。でもそれがまた一つあれからの先はねなかった、ちょっと責任を感じて最初の場合は良かったんやけど 1,2 発で終わっちゃうなっていう責任を感じてるよ。確かに。はい、あれ嵐っていう、あれ嵐なんですね。嵐という嵐ですね。一回ちょっとじゃあ寝ときます。嵐と言われてもオッケー。外観が大事ですからね。あ、本当氷河期到来したんだっていう、はい、で上の門もやっぱある程度凍らせていきたいんで、はい、だから氷いろんなところに氷をね植えんとあかんのですよね。そうですね。だから噴水はやっぱ凍るよね。噴水凍らせますか。あの噴水凍るよね。いやこれ結構でもそれ攻め手ですよねそれは。いや、やっぱうちらも絶対言われるよ、はい、これは、うん、いやこれ言われますよこれ本当に凍らせやがってと。もちろん来ますよコメントは。これもタイタイに謝ります。でも凍らせないと、はい、タイタイの将来がないんですよ。タイタイの。なるほどなるほど。じゃこれもうやっちゃいますか。まず上からちょっとよし、はい、行くわこれ俺。上からですか。上から行くわこれ。ちょっとこれ2人の責任にしよう、はい、でも2人の責任で待って、この形ではいやらんだかんで覚えてる。この形、いやーこれそうっすよね。ちょっとこれ写真撮ってですか、リアル世界で。はいはい、覚えた。覚えましたか。ギリ覚えました。はい、もう消えました。早い早い。まあまあ置いていって、これ斜めのところがさっきあったんですよね。紙片がね必ず紙片が存在したよね。そう、もう下のラインも覚えてないからね、うち。そうああいいですねで、確か多分ここ垂れ流しされてるんで。そうありがとうございます、ありがとうございます。オッケーで、そうですね、オッケーですさあここからですよ。ここからどうここから垂れてる感じをこう出さないといけないんで。はいはいはい、ああでもいいですよ、いい垂れ具合してますね。あ、やべ、待て、ヤマトかなんか来た、ちょっと頼むわ。あ、ヤマト、あ、ヤマト来ましたか。リアル世界ヤマト。一人寂しいな。で、あ、そうですね、確かに下のここも凍ってないとダメです。ここも凍ってないと変な感じになっちゃうんで、ここも凍らせさせていただいて、ちょっとねやっぱりカズ師匠がいなくてもいたずらできるもんということでね、キヨキヨの新企画、キヨキヨだっていたずらできるもん、多分カズさんの方でもミルダム配信されてるんじゃないかなと思うんでね、カズさん視聴者にキヨキヨが一人で喋ってるというちょっと非常に恐縮な状態が続いております。ちょっとこれはね、ただいまです。お疲れ様です。よかった、もう一人で寂しかったです僕。孤独死するってなんかウサギみたいになってるって聞いたで。一人でいたずらしてるとちょっとこう罪悪感がありますね。うわなんかごめんみたいになっちゃったりするんですよ。この方向性でいいのかって。そうなんです、合ってるのかなっていう。どうですかカズさん、一旦中も凍らせました。中も凍らさせていただいて、もっと行きたいよね。もっと行きますか。
もうちょっと氷のね、はい、厚み出してかんだからね、厚みを。あまりにもまだまだね、薄いっすわ、これ、ね、まだまだ薄い。わかりました。まだまだ、もうちょっと持ってかんと。いや、これ大丈夫かな、これ。おお、人工物感が減りました。来てんね。いいですね。救急マンションは？救急マンション。そこもなんか寂しいっていう。あ、ガチ救急マンション。そうなんですよ、タイタンいなくなっちゃって、うん、もう寂しい。いや、 YouTuber って孤独だなって思いましたとかなんかいいやん、広いの。いやいや、カズさんマンションがもう大豪邸すぎる。いや、だいたいなんてだってめちゃ若いじゃん。そんな大きい、そんな広いの。まあ、いや、同じフィールドに立ってないから、ね。いやいや、もうその年でそうなるって。僕たちが立ってない。もう30歳とかになったら、どうなってんのって。本当、カズさんとか、カズさんワールドの皆さんのおかげです、本当に。えぐいことになってる。30ぐらいになる頃には。頑張ります。やばいよ。うん、で、メインに至ってはもう貫禄出ちゃってるから、もうすでに。そうですね。うん。これ気をっぱいせんよ。はい、氷取りに行くぞ、これ。あれ、本当ですか？足りなくなっちゃった。全然足りないです。ダメだこれは。このまんま中途半端に終わらせてしまったら、はい、嵐になる。でもまだ僕14スタックぐらい持ってますよ。こんなんじゃ足りねえぞそんなんじゃ足りないですか？ほな、ちょっとほな、今とりあえず現段階で、はい、凍らせに走ろう。氷山っていうか、あ、なるほど、凍らせる作業に。あ、わかりました。じゃあちょっとこう建物、そういうことですね。そう建物をこれちゃんと埋めていかんだかんで、これ大変だぞ。ちょっとそうですね、これやっぱ生半可の気持ちはダメですわ。大変だぞ。ちょっとそこを任すから。はい、わかりました。じゃあここら辺も今力いっぱいモンスター湧くと思うけどね、ここ。確かにちょっとそこだけまずいですね。信じられないぐらい湧くけど、知らないよね。もう相当、これは相当連打してるで、もうもう半端なく。でもこれ発展楽しみですね、タイタイの。ここでね、もう雪の神殿作っちゃったりとかしたら、もう、ね、かっこ、そりゃかっこいいけど、また手出しづらいよね。すごい素敵。そうなんですよ。すごい、そうなんですよね、うん。すごい素敵なもん作っちゃったら、また手出しづらいな。凍ったね、とりあえず。とりあえず、はい、一面凍りました。凍りましたね。じゃあちょっと湧き潰し、職人行きます。はい、職人頼みますよ。カズさんの浮島から、空島から。見よう。おー、美しい、ビューティフォー。まだもうちょっと自然にしてってるで。あー、まあ、うわ、ビューティフォー、これはビューティフォー、これはビューティフォーですね。すごい大自然感があります、いきなり。オッケー、向かいます。いやちょっと湧き潰しをね、湧き潰し職人行きます。そうそう、こうクリーパーだらけになっちゃうと大変なので。これは氷巻き来たわ。でもこれはぶつかりましたね。ぶつかりましたね。変な話だけど、変な話、ぶつかりました感想としてそうですね。ぶつかりましたねじゃね。あ、うちも昔都内のいいとこ住んでみたかったな。はい、いやカズさんの今のもう、あれでしたっけ、 11LLDDKK でしたっけ。いやいや、もうそういうんじゃないよ。いや福井さん。いや、 11LLDDKK はもう意味わかんない。福井さんってなるで、みんな。いや11個部屋があるんですか。11個部屋があるってことですよね。そうです。あれ、オフィスと、あ、でもなんか何平米とかあるやん。何平米とかありますね、ありますね。普通なんやろ、そっちこっちでちょっと広いマンションとかやと80平米とか90平米ぐらいね。はい、多分駐車場も含んでるんやけど、何平米かな、はい、800、900ぐらい。本当ですか。で体育館じゃないですか。800、900平米ぐらい。800かな。
うわ、800平米あるね。YouTuber で、日本の YouTuber で一番広い可能性ありません？いや、わ、わからん。田舎のすごいとこ買ってる人もいるかもしれんで、そこはわからんけど。ああ。800、900ぐらいやったと思うな、一軒一軒が。一軒の片方が500近い数字で、で、もう片方が多分、はい、400いくかどうかぐらい。とんでもないっすね。オフィスの方お金なくなったわ。お金なくなったわ。でも建築費用、そんなん作れるのがすごいっすね。だって建築費用プラス自分の持ってないとダメじゃないですか。それはその生きていくお金を。もう把握いじばって頑張っただけですよ。いやでもそれはもうやっぱ。若い子のさ、YouTuber のさ、はい、マンション前住んでた時にさ、はい、基本的にうちの金額以下の人見たことなかったでな。 ある程度の YouTuber になると、え、うち一番安いやんみたいなさ。あー、なるほどですね。賃貸で借りてた時、そうそう、家賃的な、そう、賃貸で借りてた時、え、うち一番安いみたいな。みんな都内の人とかね、都内の人とかばっかりしか聞いたことないで、まあ、確かにですね、都内は一番安いやん。でも来た来た来た、とりあえずは、お、ちょっとカズビジョンで、はい、確認していきますね。お願いします。カズビジョン、あれすごいですよね。数字が全部出るじゃないですか、ドワーって。うん、ドワーって。だからこの必要最小限の端末で終わらせれるね、これ。ああ、そういうことですね。そうそう、無駄に置きすぎない。僕無駄に置きすぎてます多分。うん、無駄に置いてるわ。無駄に置いてますね。明るすぎっていう説ありますね。もう氷山ですわこれ。氷山来た。氷山ですこれ。これは夕日が美しい。おー、しよしよし、カズビジョンでも OK だな。おー、ありがとうございます。 OK だわ。うん、 OK、 もう OK にしよう。ちょっとカズさんの、もうあと湧いたらもうご愛嬌だわ。ご愛嬌ということで、カズさんのこの島から見たら絶対美しいはず。相手、うわー、すごい。氷河期来た。氷河期来てます。どれ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 、なんかすごい雪、雪国みたいになってて美しいです。ほんとだ、めちゃくちゃ美しいっす。うわ、雪ブロックとかもなんか置いてけたからよかったな。あー、確かにですね。氷、なんか、うわー、すごい。なんか、すごい、本当にすごい。羨ましい。ちょっと一回寝ときますね。一回、いいな、一回寝といて、一回寝ときますか。はいはいはい、いいいい。なんかオブジェもいい感じですね。いましたね。あとはやっぱ真ん中の湖が美しいです。いや、いい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 。いや、これはでもまた勉強になりました。カズさん、あ、ちょっと待って待って待って、はい、あ、まだですか、まだですか、まだですか。あれ、まだ甘いとこありましたか。ちょっとここ待って、はい。ここちょっと氷があまりにも少ないなと思って。あー、確かにですね。最後にちょっと、これ綺麗すぎでしょ。綺麗すぎ、良くないですね、確かに。村人さんもすごい大喜びで、ずっとカズさんについてってます。 OK です、 OK です。おー、ありがとうございます。 OK です、 OK です。空島いいスポットだな、みんなの島見渡して。いや、スカイツリーえぐ。影持ってるスカイツリー見るととんでもないですね。おー、やろう。うわー、もうちょっと皆さんの島がすごすぎるんですよね。うわ、いいねいいね。ちょっと帰宅部ともちょっと負けてられないですね、そしたら。いやいや、いいのできたわ。はい、ありがとうございます。ということで、ありがとうございました。完成です。すごい綺麗なのができました。いや、あの、できました、できました。でも今日ほんと今回勉強になったのが、やっぱり次のビジョンを見据えたいたずらをすることが、やっぱりそのカズさんワールドの繁栄につながるんだなっていうふうに思いましたね。はいはい。いやー、でもうちもまだまだなんですけどね。ちょっと頑張りますわ。ちょっとやっぱりいたずらをすることで、やっぱお互いハッピーな気持ちになるっていうのはやっぱ大事ということで、今日あの一番の学びはそこでございました。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。毎日というかですね、1週間にかなり、カズさんワールドの動画も上げてますんで、ぜひとも帰宅部の動画を見てください。そしてもう皆さんも当たり前だと思いますが、もうカズさんのチャンネル、よろしくお願いします。いつもあるんで、もうよろしくお願いします。もう当たり前ですけど、皆さんもチャンネル登録されてると思いますが、よろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。あざました。